はい、こんにちは、ショートです。ポケットモンスターソードシールドのシングルランクマッチやってきます。今回はまたちょっとね、構築を地味にぼちぼちちょっといじったり、まあゴリランダーとヒドイデの軸はちょっと変えてないんですけど、周りの並びが少し変わってますね。あと相手のエースマンが強すぎるんで、僕もエースマン入れようと思ってエースマンが入ってきてます。で、選出考えていくんですけど、ドヒドイデ出したいな。必死のサソリがめっちゃいいのと、相手アクタイプのエースマンいるね。その辺にも強いから、ドヒドイデは結構投げたくて、ドヒドハピ、ウルガモス怪しいよな。どっちかっていうとエースマンの通りがめちゃくちゃいいから、エースマンと受け駒で出したいかな。エースバーン、ゴリラハッピー。あー、ドヒドハッピー。エースバーン、ドヒドイで、ゴリランダーの方がいいよな。まあ、ミミッキュでもいいか、これだったら。ミミッキュで詰めに行く方が良さそうかな。これでいきますか。まあ、ラプラスがこれだとちょっと、ゴリランダーよりミミッキュだと、ラプラスがきつくなるけど、まあなんとかなんじゃないかな。まあ結構対面選出気味だから、まあ肘負けるタイミングを入れていきたいね。はい、ラプラス。で、ここダイマックスをするかどうかが正直微妙なところかな。まあ、相手視点身代わりとかはないから、水技で突っ込むか一回引くかのどっちかみたいな感じでしょ。だからドヒドに引いて肘巻いた時に身代わりされてってなるとあんま美味しくないな。ダイマックスで突っ込んでもいいか。突っ込みますか。どっちみち多分こっちが押し切って通したい戦い方できると思うから。ガオガエン。ただダイナックルの一環があるから、まだ、エースバーンとか出される、あ、エースバーンじゃないや。トラパルトとか出される方が困った感じはあるけど。ここナックルが一回通って、まあ、威嚇分は、相殺できるでしょ？逆に返しの技で、こっちを一発で持っていける技ないんじゃないかな。まあ、ガオガイン引いてくんだったら、ここ膝打って、ドヒドイデに引いて肘巻きに行く動きが強かったけど。まあ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 、エースバーンで強く動くっていうのが、大事だから。ああ、まあまあいいダメージ入るね。一回ジェットは打っときたいかな。ナックル、ここはジェットでいいか。まあ、ガオガエンで鬼火があったりしても、こっちラムだから、オニビドラパにもちょっと強いってあたりで、選出してるんだけど。ああ、いいダメージ入るね。次ナックル打とうかな。A 上げてきたいし。回復味。回復味か。だったらこうナックル打つべきだったな。嫉妬の炎。焼けちゃうね。なるほど。その、あれだな、ガオガエンは。うまいかもしんないね。このナックル打っても倒せなくて、嫉妬の方で焼けんの嫌だから、かき打ちますか。で、次の攻撃で、こいつは倒せるかな。あ、うん。倒せるとこまでは切ってて。オッケー、嫉妬の方で焼けるのは、ケアできてるね。で、S も一段階上がってるから、こう膝で。で、ラプに引くとかもできないし、一体は結局、持ってけるのと、S バーンがでかくなったまま、あ、でかくなって能力上がったまま残るから、まあ、盤面自体は結構強いはずなんだよね。なんかこの盤面の強さを、初手ダイマ切るんだったら絶対残したいよなっていう。初手ダイマ取って11交換とか、1体取ってこっち1体残って終わりとかだと結構、しょうもなくて、ダイマックスで切り返されて負けるから。
なんか強いポケモンを盤面に残しつつみたいな動きが必須なんじゃないかな。だから最低条件な気がする、初手ダイマキリンだったら。エスマンはそれもできるから強いよな。でラプ出してきてなんかみたいなもんあんま怖くないかな。ガモスか。飛び跳ねたターンになんかされるのがうざいか。かといって裏に引いてどうこうみたいなもんな。火炎ボールで切りながら動いていいかな。最後ミミックで詰めましょうか。まあ無条件で一回剣舞積んで影打ちって動きができるから、ミミックを裏に残す。ねえ。なんで僕のエース版だけ、こうなの？それはちょっと、どうしよう。まあでも切るしかないか、火炎ボールで。相手はダイマックスするしかないよね。いやー、今の火炎ボール当ててたらもう勝ちだったじゃん。なんで？これは、まあでもダイマックスが、まあおかしくね？相手が S 番使った時クソ強いのに。いや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 。ちょっとさ。ギガドレ耐えないかな。無理か。耐えないと。絶対耐えないけど。だあ、もう。最悪なんだけど。マジか。ちょっとね、気持ちを切り替えてもう一戦やってきまーす。また運ゲーポケモンいいんじゃねえかよ。ふざけんな、マジで。ドヒドヌーノって出すとゴリランダー無理になるから、こっちエースバーンから入らなきゃダメか。で、エースバーンから入った時にうざいのは、ガラガラと、スカーフ持ってる水裏オスと、ヤドランかな。まあ、ヤドランはでも、先に展開できればジェットでぶっ飛ばせるから、エースバーン初手は結構いい選択なんじゃないかな。で、水裏オスだった時に、必要な駒はゴリランダーかな。ドヒドイデか。ゴリドヒのどっちかだけど、まあエースバーンミラーを解消する意味でもドヒドイデはあっていいか。で、そうなると、ラスト。まあまたミミッキを選出するか、ヌオーで、ガラガラまで受けることを考えるか。いや、ヌオーはないな。ゴリランダーかミミッキだね。だからまあガラガラまで考えるとなんだかんだミミッキなんじゃないかな。だからこの構築だとちょっと、あれだな、受け選出が少し貧弱になるな。どうしても受け駒3枚で受け選出を強いでできないよな、なかなか。2枚で受け切れる範囲が結構限られてるから、どうしてもやっぱ3枚選出しなきゃってなっちゃうしな。ウーラオスから来る。まあスカフケアして1回ドヒドイですね。引いてないってことは、まあスカーフで水流連打でしょ、おそらく。カウンター、あー、そっちか。なるほど。でもこいつ、不意打ちねえよな。悪タイプの方じゃないんだから。あれ、こいつも覚えんだっけ？一致じゃないってだけか。毒菱の通りが悪くない感じはあるけど。毒菱で。ヤドランいるとちょっとうざいけどな。
あいつはタスキカウンターなのは、はっきりと分かって、はい、ガラガラ。そしたらこれでドヒドヒで切りながら、裏展開していいかな。熱湯で。まあ、多分ガラガラで、骨ブーメランなり、剣舞なりで崩しに行きたいんじゃない？骨ブー。これ強えよな。まあ、外しもある技だから、一長一短だけど。結構いいダメージ入るんじゃない？ああ、いいダメージ入るね。まあもう一回ネットでいいかな。骨ブーメラン外れると結構美味しいし。まあ当たるか。しゃーなし。で、必死負けてるから、こうミミッキュから展開した方がいいかな。ヤドランで拾われるのがうざいから。ミミッキュで入れば、ヤドラン出しづらいはずなんだよね。で、ここシャドクロで取っていいかな。剣舞も強いけど。ポリツーとかこれで出てくるとだいぶうざいけど、まあでも言っても皮脂巻いてるから、その場合はあと、ヤドランがいないことになるから、ここでガラガラ出てくるんだからいないかな。こいつは取らせてくれんじゃない？ああ、そうだよね。オッケーオッケー。で、これで相手からするとヤドランをここでパッて出せないのがきついと思うんだよな。ミッキーに対してだいぶきついはずだから。ウーラオスから来るか。まあ、タスキカウンターできないから、半分捨てみたいなノリだろうね。で、ハチマキじゃないことももう分かってるから、ジャレに行っていいかな。ジャレで。ジャレ影で、いい感じに削って、それ死なないでしょ、ミミッキュ。玉ダメが一回もあるのはちょっとわかんないけど。ハチマキあったら絶対死ぬんだけど、玉でもないでしょ、こいつ。好きだよね。ああ、怪しい。急所は絶対当たる技か。玉ダメで死んじゃうね。まあでも。こいつ。ああ、こんだけ入んだったら十分だね。あ、ミミッキュ生き残るのでけえ。それでけえわ。オッケー、お互いこれでダイマックス残してラスト11の打ち合いにできるから、だいぶ分のいい勝負には持ち込めるんじゃない。ラストゴリラか。はいはいはい。で、ゴリラにも毒入んのが結構、美味しいポイントかな。まあ、相手グラススライダーだろうから、でもまあこれ S 番で取って勝ちだ。影打ちで。いいかな。はいはいはい。あとこれ弾で落ちるから相手がダイジェットしてきてエースマンより先に速くなってくるみたいな展開も阻止できてるのが美味しい。なんかこの一旦なんかさ肩透かしみたいになるじゃん。ダイマックスした相手の前で先に上から呪いとか打って退場とかすると能力アップがさせないっていう。そうなんか相手の肩透かし感がすごい好き。で、下級で。勝ちだよね。相手ダイマックスしてきても多分落ちると思うけど。ああ、どうなんだろう。いや、落ちるよな、さすがに。相手のなんか、ダイジェットから大岩とかケアで、ダイジェットこっち打つべきだったかな。なんか下級で落ちると思うけど、さすがに。相手ダイマックスしてきても。弾じゃないけど、エースマンの火力エグいからね。さすがに、さすがにですよ。あー、先制技にかけてきたか。ならどっちみち勝ちだね。くたばれ！ドーン、オッケー。2戦目は気持ちよく勝ってたわ。オッケー。じゃあ今日は1勝1敗かな。GG おつ。